はい、次にこの2つ目、パネルヒーターっていうものがあります。と大体が正方形か長方形のような形で、こういう風なぺったんこ、真っ平ら、ほぼもう1ミリか2ミリぐらいの厚さのものになるんですけども、こちらヒーター機能がついてます。太陽光発電 の、 あのパネルみたいな形になってるんですけども、とこちらで、温めるような形になります。食事のご飯を食べた後の消化吸収を助けるためにこちらが必要になりますので、必ずこれは用意してください。それでは画像をどうぞ。